したの？僕に何か用事？そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。そう言ってもらえると嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人は、なぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろう？答えは、皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろう。あと、なんか見ててムカつくことだな。答えは、目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり、障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。え、いいのか？いや、それじゃ得にならねえ。俺を信じて見守っててくれ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。なあ、来い。いい加減にしろよ、クソ女。アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。ふん、事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんだ、サシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？そんなご意見だな。私は仲良しごっこなんてうんざりなんだよ。くそ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜ、コニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょ、ユミルって、コニー、どこへ行くんですか？あの野郎め。気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。そうだよ。何か文句あるのか？きっとあいつも愛しい私のことを待っているだろうよ。
慎重すぎてこの行くぞ。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だがだとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。ああ、最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。ぶっ倒して差し上げます。はい、ここで巨人を食い止めろだと。ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするってそんな。命令に従う。逃がします。お前もそうするべきだと思うんだろ。はい、
助けが必要だな。行きましょうよ。そこで何やってんだ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。はっ、遅いですわ。いただきますわ。できたから、みんなうまく使ってね。死になさい。あの縁談、助けが必要だな。この巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ、発見次第駆逐せよ。ぶっ倒して差し上げます。はい。ここで巨人を食い止めろだと、ふざけたことをしまって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、それは命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろう。弱っち。クリスタ、そこで何やってんだ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。準備ができたから、みんなうまく使ってね。あの縁談、助けが必要だな。行きましょうよ。
にまずい状況だぞ。死になさい。ここに拠点をこさえなきゃならねえってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。次はどなた？ぶっ倒して差し上げます。死になさい。お前結構いい腕してんな。これで貴公子は駆逐できたな。ここに拠点を作りましたよ。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。逃がしませんわ。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。逃がしませんわ。いただきますわ。行きますわよ。
ね。この辺りの巨人は片付けたが、仲間とはぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。ここに拠点を作りましたよ。あの縁談、助けが必要だな。あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。次はどなた？無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。拠点をお立てになって。戦中か、加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。はい、死になさい。ならば苦戦してるみたいだな。どの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。すまねえな。ここに拠点を作りましたよ。立体軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進もう。行きましょうよ。すげえじゃねえか。行きますわよ。はい、ゲルダさん頼みますわよ。任せとけ。
てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死せよ。ふっせい。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。じゃ女型が食い尽くされるぞ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ？部隊長、考えるのは後にしましょう。倒して差し上げます。すごいじゃないか。物足りませんわ。はっ、次はどなた。新手の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。さすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しよう。わかった。
森の西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はだ。俺の班を呼んでくる。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルビ。お前の判断を信じよう。お前か。何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。また来てくれよな。いや、油断は禁物だ。おう、お前か。前にサシャが言ってたこと聞いて回ったりしてねえよな。まあそもそも事実じゃないんだけどな。とそれより立体機動術の調子はどうだ。お、そいつは何よりだ。さっき手紙を受け取ってたよな。あれ、誰からだったんだ。あ、お母さんでしょ。
そうなんですね。うるせえ、お前らには関係ねえだろうが。お前母ちゃんからはジャンボーって呼ばれてるんだろ。よジャンボー、早く返事を書いてあげましょうよ。ねえジャンボー。うるせえっつってんだろ、ガキ扱いすんな。何しに来たんだよ。母ちゃんの手紙のことならわざわざ返事なんて書かねえからな。そうか、お前の親はウォール・マリア陥落の時に。お前から見りゃつまんねえ意地に思えるんだろうけど、とにかく返事を出す必要なんかねえよ。俺と母ちゃんの場合はそういうもんなんだ。大丈夫、心配しないで。よう、おはようさん。ん？クリスタ、お前どうした？疲れてんのか？ちょっとね。昨日の夜、座学の課題が終わらなくて眠れなかったの。なあ、お前まさか昨晩も街に出てたんじゃねえのか？行き先はどうせ駐屯兵団の診療所ってとこだろ。くそ、お前も同類か。そういう問題じゃねえんだよクリスタ。お前またいい人やろうとしてるだろ。少しは自分の身を顧みたらどうだ。まあいいや、次の座学でお前が寝てても起こしてやらねえからな。いい人か。ユミルの言ってることが正しいって私も分かってる。でもあの子の悲しそうな顔を見たらどうしても放っておけなくって。かといって確かに私一人じゃ診療所に毎日通うのは無理だし、どうしたら。え、手伝ってくれるの？それじゃあお願いしてもいいかな。でも本当に無理しない程度でいいからね。ちょうどいいところに来てくれたね。
どう？調査兵団にはもう慣れた？そうか、それは何よりだ。ここ最近は壁外での任務の機会が増えているからね。空いた時間にみんなと仲良くなっておくことも大事だよ。しかし任務の回数が増えれば増えるほど研究に割ける時間は減っていくから困りものなんだよね。どこかに手伝ってくれる人はいないかってモブリットと話していたんだけど、君どう？その言葉を待ってたよ。よし決定だモブリット、今日からこの子が私の助手。分隊長、とりあえず一度落ち着いてくださいよ。新兵だって任務や訓練で忙しいでしょうに。君も無理して分隊長に付き合わなくてもいいんだぞ。しかしモブリット、このままだと私も君も忙しくなる一方だ。エレンのこともあるし、巨人研究はこれからが本番なのに。それはまあそうですか。ということで、もし君さえよかったらなんだけど、助手として本格的に私たちの手伝いをしてみる気はないかな。次に会う時までに考えておいてくれ。強制してるわけじゃないけど、きっと楽しいと思うよ。うん。くれよね。おお。また来てくれよ。何を作りたいんだ？また来てくれよな。今日はどうするの？また来てね。あなたはどの任務を引き受ける？またいつでも来い。何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。何か提案がある。意見があればいつでも来い。何か提案がある。
意見があればいつでも来い。最後に勝利。休息も兵士の何か提案がある。意見があればいいさ。最後に勝利。Thank you.
足も兵士の仕事。